お疲れさん、ノムです。今日もラブアールやっていきたいと思います。毎度これ早速寝ます。おやすみなさい。皆さんもね、いい夜をお過ごしだとよろしいですか。お、おもてなし方式で一時ずつ。あ、高村さん、おはよう。背中が見えたからダッシュしてきちゃった。あーちゃん、嬉しいこと言ってくれますね。一緒に校舎まで行こう。もう満杯じゃん。こ、体育館で体育ですね。まあ、ロミちゃん外遊びましょうかね。体育館へレッツゴー。お、あ、中澤。時間空いたんだけど、なんか話しません？そうだな。いいぞ。ちゃんと盛り上げてくださいよ。任しとけ。いつも見てに盛り上げてやるよ。あっちの方な。唐突な下ネタすいません。活発の3つを行きたいんで、あ、これ行って3つ貯めて、あ、もう流れ決まりました。あんなエッチなポスター食い入るように見てるとか。この前ね、あんたも男子ですね。バイト中にエッチなポスター見てたとこを見られたんですよ。あ、あれはたまたま。また下ネタ言ってますよ。たまたまなんですか。いや悪かった。勤務中に不謹慎だし、見るならもっと綺麗な写真を見てくださいよね。まあ、怒られるのは当然ですよね。返す言葉がないって。褒めよう。もうね、レディは褒めないと。中田の体操服姿絶対下から見る。舐め回すんで絶対。あー、出た。はい、下から内股ピンク膝を一旦ずっと見てる。何じーっと足を見てるですか。下半身中心に眺めております。いや体操服の時は普通のソックスなんだなと。そんなの当たり前ですよ。ニーソで体育なんて変じゃん。ニーソね。ニーソックス。制服には制服のコーデ、多分体操服には体操服のコーデがあるですよ。すごいね、意識高いですよね。服で靴下も、俺靴下着らないので、靴下嫌いなんで履かないんですよ普段。放課後アイドル活動やってない時って何してんだ。雑誌で流行りのファッションをチェックしたり、受けてる動画を見たり、情報収集に余念がないって感じです。いや、もうアイドルするためにって感じね。休みなのかどうなのか。手つないびに見ましょうか。思い切って手を。ぎゅっ。え？ふう、なかなかやるじゃん。あら、もうそんな反応せんといてくれ。俺はね、先輩って決めてんだよ。写真撮っちゃおう。中澤、写真撮らせてくれないか。あ、いいですよ。ただし綺麗に撮ってくださいね。足り目だろ。で、撮りたいポーズってどんなの。座ってほしいね、今日は。跳び箱に座ってもらおう。はいはい、そんなのお茶の子さいさいですよ。中澤さんはね、スムーズですよね、撮ってもらうまでが。そんな恥ずかしいポーズ。あ、意外と恥ずかしかった。させるなんて。お茶の子さいさいじゃなかったの。まあ、ロミちゃんが恥ずかしがってくれるってなかなかないですからね。いいですよね。お、落ち着いた。ちょっと緊張ね、研ぐすのもフォトグラファーの務めですから。
とあっち向いてほしいな、もうなんなら。じゃあ向いて。はい。こっち見せた。見て。はあっていいですよね、こう呼んだ時とかに。なんとラミーって言って、はあってこっち見てくれたらちょっと嬉しいかも。キス顔だよ。目を閉じさせて。ロミちゃんは笑ってくれたら一番だよ。あ、そういう笑い方なのね。意外とトリッキーな笑い方するんだ。ごめん、こっちじゃないな。どこで下げ進んでもらいましょうか。やっぱり、あ、嫌がってもらおうか。嫌なんですけど。いいね、好きですね。あ、決めてってなんだろう。決めて5。あなたのアイドルドリームロミーナ。あ、そういう決め台詞みたいなの言ってくれるわけね。いいじゃない、いいじゃない。まあ下げ済んでもらいましょうか。調子に乗りすぎ。いいね。なんかどっかで何回目か。ダメダメですね。でもやっぱ真夏の小さは超えれないですね。あの唐突な小さが、あ、喜ぶんだ。なんなんですか。なんなんですかは意外とポイント高い。可愛いと綺麗どっちの方が嬉しいかな。さっき綺麗って言ったらへーへーへー言ってたから。どうも綺麗な、あ、やっべー、こんなの恥ずかしすぎなんですけど。悪い、エッチ変態それじゃね。いいね、エッチ変態今んとこ一番いい。ちょっとドキドキさせすぎたか。やれやれだぜ。最近真似してるんですけど、ジョータロも全然上達しない。で、この下げ隅がサムネみたいになってますね。ロミちゃんもたまったね。あ、ストーリーイベント発生中。行かなきゃ。でもそろそろじゃない？いや結構そろそろだと思う。お、ニュードグマ。夏の青空は綺麗だな。絵になるよ。確かに。夏の雲ってなんであんな黙々なんですかね。ああ、また空を撮ってる。プンプン。あら。せっかくのお昼休みなのに、私を放っといて空を撮るとか、どういうつもり？空に対抗心出てんの。結構強いよ、空。それ、空に嫉妬？そう、あなたを奪う空なんか許せない。いやん、いやんって言っちゃった。くぅ、いいね、テンション上がる。後で逆さてるてる坊主の剣にしてやる。結構自分にも帰ってくる雨は。はははは、まあ、室内競技やから関係ないかんま。どうしたの？海の時といい、よく空を撮ってるみたいじゃない？空だけじゃなく、建物とか水面とかいろいろ撮ってるよ。写真の登録販売サイトにアップしようと思って。え？そんなのあるの？絵はがきとかブログに使ったりとか、いろいろ用途があるだろうし、たくさんの人に使ってもらえたらって。俺もしよう。知らんかった、そんなんあるやん。売れそうにない写真は運営に預かれて登録すらできないんだけど、採用されれば自信になるし、
1枚でも売れてくれればもっと自信になる。試してみたいんだ自分を。写真を仕事にできれば嬉しいし、叶わなければ趣味でもいい。ずっと将来も撮り続けるから。気持ち乗るね。結構気持ちがね、この主人公ノムくんと近いところあるから。素敵。気づかされたのは海で絵はがきのことを話してくれたからだよ。ありがとう。ううん、お礼なんて、あなたが私のためにしてくれたことに比べたら。その大したことしてないと。あなたのためにもいい演技したい。高村さんのためにもいい写真撮りたい。ええ、びっくりした。キスしたかと思った。高村さん、リエル祭で行われる写真部展で高村さんの写真を展示していい？え、俺の初めての写真展示だよ。学園の花が一輪懸命に咲いてることをみんなに伝えたい。高村さんの高村さんの輝きを伝えたいんだ。うん、もちろん嬉しい。私の写真を使ってくれるなんて。ありがとう。どんな写真を展示してくれるのか今から楽しみ。頑張ってね。ああ、頑張るよ。いいね。こうして高村さんを写真展に誘った。あ、だからあれか、校庭でタイグ、その文化祭、多分リエル祭って文化祭のことだと思うんですけど、そこでまああるんじゃないんですかね、そういう告白的なやつが。一緒にキャンプファイヤーを踊ったら付き合えるみたいな。ねえ、あら、あ、高村さん、一緒に話そう。いいでしょ。もちろんですよ。嬉しい。俺も嬉しいよ。なんだこれ。普通ににやけてしまった。運動。一緒に行った海楽しかったな。一日中はしゃいでボールのことも克服できて。今更かもしれないけど、やっぱ声がすごいいいですね。あなたのおかげ、一生の思い出よ。このお姉さん感もありつつ、声の高さがちょっと幼さも残ってるような。高村さん、そういう声ですよね。いや、ラブアールすげえいいわ。面白い。思い切って手を。多分あの日のこと思い出しますよ、高村さん。もう、あら、いきなり大胆なんだから。あ、全然やった。ちょっと怒られたぐらい。え、活発ゲージもマックスになるやん。じゃあ活発してみよう。もし新体操やってなかったらどんなスポーツやってた？何にもしてなかったかもね。そんなに。私は新体操がやりたかっただけだから。かっこいい理由だね。もうさっきロミちゃん撮ったしな。いっかな。ファッション誌って読む方？美容室にあるからね。待ってる間に結構読んじゃう。あまりにも流行りから外れた格好してるのも恥ずかしいしね。なるほど。やっぱりね、 JK は流行に敏感じゃないとね、ダメですから。もう、まあ、
写真はいっか、からかいましょう。高村さんの胸に合うサイズのブラってあんまり売ってないんじゃ。そうでもないよ、普通に買えるもの。めちゃくちゃなセクハラやな。大人っぽいデザインのが多いけどね。あ、そんなにいっぱいお使いでなの。もうずいぶん時間が過ぎて、二人で話すとあっという間ね。それじゃあ行くね。すっごく楽しかったよ。またね。しっとりした去り際、またバッチリ盛り上がったけど、アタックして写真を撮らせてくれってお願いしないとな。フリーイベント発生中。フリーイベント行きたいですね。お、新体操部が練習。いたたたた、やべ、ぐきっていった。どうしたの？あ、腰がちょっと痛んで、写真撮ってると中腰になることが多くて。大変。ててて。ストレッチしてあげる。横になって。いいの？え？大丈夫。そーっとやってあげるから。体の歪みを取ると楽になると思うよ。優しくして。いいんですか？部活中にそんな優しくお願いします。遠慮しなくていいって。何より体が大事だもの。じゃあお願いしようかな。うん、任せて。え、ストレッチされながら撮るんだ。気持ちいい？気持ちいい。楽になってきた。なんかぼーっとしてきた。もう背中越しに撮るなんて器用なんだから。背中越しに撮っとったんや。あー、なんか痛みが冷えきた。でしょ。なんたって新体操部直伝のストレッチなんだから。こうして高村さんにマッサージしてもらった。ゲージがこうゼロになって、あ、リルサイエを選択すると最終日へスキップします。あー、もう最終日に行けるようになっちゃったのね。なるほど。あ、もうこれ行ったらおしまいだ。一旦ラウンジ行きましょうか。これといって誰もいないな。部室に戻るか。おらんね。あー、もう結構とうとうここまで来たか。なるほどね。あー、もうこのリエルサイエを選んだら多分もう付き合っちゃうかどうかわかんないですけど、あの写真展に行って高村さんとこうね、何かが起こるわけですよ多分。すげえ。あー、なんか行きたいけどちょっと寂しいですね、個人的に。はい、じゃあまあ今日はこのぐらいにさせていただきます。はい、次回かその次、次はもう一回デートして、あのやっぱ最後はねパンティ取らなきゃ。パンティ取ってパンティに始まりパンティで終わんなきゃ。うん、だ次パンティ、次リエル祭編突入ですね。はい、ということで今日はこのぐらいで、皆さん今日もお疲れさんでした。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいね、高評価などなどよろしくお願いします。それじゃあバイなら。